こうしてどこの箱もセーフワークというのはね、なんかこうなってしまうんだなっていうのはありありと感じさせていただける。ブイスコはずっとトトちゃんしか勝たん、はい、あー清楚担当。確かになんだかんだトトさんがずっとそこなのか。ずっとね、うん、すごいな。いらっしゃい。でも、はい、あいつも話してみると意外とおかしいですよまあそれがそれがジープであれ、まあ、ジープかどうかさておき、なんかナズちゃんがおかしいって言ってもおかしいのおめえだからなとしか思わない、うん、いやいやナズちゃんおかしいからな。はるくん24時間私と喋った後24時間トトと喋ってほしい。トトの方がおかしいなって思うから。何その罰ゲーム24時間ナズちゃんと喋る時点で結構な罰ゲームなんだよな。そもそも始まりから罰ゲームなんだ。始まりから、まあ、トトさんの部分はあの罰ゲームと口が裂けても言えないけど、ナズちゃんの部分完全に僕にとっては罰ゲームなんで勘弁してください。え、じゃあハルくんはまだ加賀姉妹で私の方がおかしいと思ってんの？まあそうだね。なんだろうな、ナズちゃん昔はね僕、うん、なんかもうちょっとナフちゃんでマシだと思ってたんですけど、うん、いやマシやっぱり絡んでくうちに、うん、スーちゃんってなんだかんだ取り繕うことできるけど、ナフちゃん取り繕った上でやばいからこいつ本当にやべえんだなっていうのが今の僕の。いや、うん、まあここにいたらまでね。結構あっさはるくん探し前あっさいわ。いやスーちゃんはやばいのはわかるよ、やばいと思うけど、うん、残念ながらあなたはもっとやばい。もっと、え、ちなみにノアさんとエマさん的にはここの加賀姉妹スーちゃんナブちゃんはどっちがやばいですか？はい、多分リスナーも思ってるんやけど、うん、はい、ナブちゃんは狂人のふりした一般人で、はい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 、はい、スーちゃんが一般人のふりした狂人って言われてる。まあ、まあでも一般人のふりできちゃうんだよなそこでできないやつがいるからさ、ここに。で、いや、スーちゃんと24時間一緒にいてみ、無理だから。なんでそんなすぐ24時間一緒にさせたから24時間なんだ1時間くらいじゃダメか、ダメかダメか1時間じゃちょっとまだできない、はい、そんなか、うん、そんなこんなで、ではガイドのヘンリーさんが到着したということで、改めてリモート温泉見学スタートです、はい。